皆さんこんにちは。こんにちは。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今日まずは月島さくらさん、なんかもう全てを受け入れてくれそうなあの包容力のある、うん、そしてなんといっても H カップね。そうね、本当ですよね。僕は本当に今まで東京に来て何やってたんだろうって思うぐらいねね、タップバーの話で盛り上がりましたね。ハプニングバーのね。そう、でもこんなもん二十歳とかで聞いてたら言ってるよね。で人生狂ってますよね。え、言ってるかな。俺らはいい、女子もいやさ、宮本さんはあれだけど、やっぱおじさんたちは二十歳で聞いてたら、何浅草で観光してなと思いましたもんね。ちげえだろ東京来て。ねえ、お参りしてる場合じゃねえよと。だってだからこれやってる時お客さんに勧めした可能性あるでしょ。ねえ、面白いとこありますよ。東京なんかおすすめあんの人力車やってる時、人力車やってる時に言われたら、人力車やってたんですか。昔やってたんですよね。そうなんですね。ハプニングバーですねって言っちゃってましたね。そうだよね、まあ、センサーもいいんですけど、やっぱハプニングバーですかねって。いや、しかも田舎ないから行ってこうかなと思うよね。ほんと行った方がいいよっていう。あとは世の医者ってスケベだなってことがよく分かりましたよね。確かに。本当に月島さんが暴いてくれた、ね、医師会見てるときそういうふうに思っちゃいますね、これから ね、 ね。だから 白い巨頭が今度見方変わってきますよね。財前教授、ね、全員ハプニングバー好きなんだろうなと思ったら。やだそして2人目が森あやみさんですね、はい、まあお綺麗な方で ね、 ね、背筋がシャーン、ね、まあ、それはもう今回の回見ればなぜ森さんがこんなにスタイルが良くて、うん、素晴らしい方なんだってことが分かりますよね、うんうん、なんかこう内なる美みたいなのが、ね、品溢れてましたね。品って言うんですかね。品もあるし、すごい知性と品と。なかなかエロお嬢様ってお会いすることなかったじゃないですか。お嬢様って常にそういうものをこう出してはいけないような感じだったけど、やっと出してくれた、世に出してくれた。でも考え方によってはお嬢だったら、まあお父さんが頑張ってるパターンだとしたら、まあ大体仕事する人って女性も行く人多いってなると、うん、遺伝的には行きますよね。そういうことか。そうだね、遺伝的。しかもテレコだから女子がアグレッシブになるっていうことは、もう今までのあれだね、考え方変わったね。お嬢様はエロいっていうそ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 う、ありえるよってことですね。だって考えてみてください、お金持ちの家、今男の子はイケメン多いからね。多い。奥さんが美人を取ってるパターンが多いから。そっか。そうなんだ。その金持ちの家の方が顔も良くなってますから。そうですね。勉強もできるし。あ、貧乏人のいいとこなくなってきちゃいますね。だからなかなか。なくなっちゃうな。なかなか大変ですよ。根性、下克上なかなかないです。でもガッツがあるんで。そうだね。貧乏人の子はガッツがあるし。うん、そうだね。寝ずに頑張れるから本当か分かんねえけど、分かんないけどね。そして菊野さん、はい、菊野蘭さん、はい、はい、も H カップ、ね、なんで H カップになるんだろう、ね、すごいよね今日は。だってもうね、 I カップとか J カップとか H カップとか普通にいるじゃないですか、うん、なんかこの女優業界、女優業界はね。でもなんか私普通のあのプライベートに帰るとなんかバグりすぎてて、だ自分が大きい方だっていうのを忘れるんですよね、うん、だからすごい世界だよね。すごい世界、すごい世界だよね。だって俺横からずっと見てたけど、もう谷がありますもん。そのなんか、いや、すごい、崖っていうんですか、なんかこうね、うん、すごいかったです横から見てる時に、うん、いや、でも菊野さん真面目でしたね。真面目、笑っちゃうぐらいちゃんとしてたね。ギャップというかね、うん、好感度は僕の中では爆上がりでしたけどね。そうですね。やっぱちょっとなんかこう視聴者の方も多分ファンになる方が、うん、絶対多いんじゃないですか、うん、だから真面目がゆえに悩んだこともいっぱいあるっていうのがなんか人となりが見えてくる回になってますね、うん、ランキングは結構気になるのが多かったですね、うんうん、だからね、あのそういう悪い時期もあったかもしれないけど、結局今がどうだっていうね。あれさ、あとさ、もうのりさんが相部屋の上司のやつが好きだから、うんうん、そのメーカーさんちょっと話つけてもらってさ、あの見学っていうか、そのエッチのとこ入っちゃいけないけど、ロケ現場行かしてもらったら、のりさん、え、 SOD は絶対あの作品やるんで、うん、来たらいいじゃないですか。え、行けんの。え、マジトーンの顔になってるけど、マンちゃん、いやいや、そのもちろんその現場はさ見るのはちょっと良くないと思うけど、うん、それ前まで、ね、なんでじゃねえよ別に。そこはなんかちょっとやっぱり
そこは踏み入れちゃいけないと思うんですよ。ファンの方だって見れないわけだから。いやだからそれでも見せてくれるのかなと思って今やったら見せねえよ。いやいやいや、ないその前段階まで。前段階って何ですか。いやそのなんていうんですか、するところじゃなくて事前のなんかね、その空気感というかね、始まる前とかなんか言っとるいいな。だから台本とか見たりして脚本ちょここ変えません。うるせえな、うるせえな、一番嫌なファン。いやちょっと待ってくださいなんつってうるせえ、一番嫌なファン。いやでもすごいよね、あの作品はいいですよね。それかなんかちょっとバジらしてもらう、ちょっと企画としてさ、あなんか、ね、作品ちょっとあの構成一緒にちょっと入ってみたいな、はい、もちろんエッチなことをするわけじゃないけど受付でね、あいらっしゃいませ。いやなんで出るんだよダメなんですか。でも出てほしい、ね、出たいですか。てか現場行ったらいいじゃないですか。あ現場確かにね、言われてみれば行ったことないですもんね、うん、あれってでもそのいろんな全メーカーでああいう感じのを出してるってことですか。そうなんですよ。なんかそれぞれちょっと、まあ、監督さんによっては内容がちょっと変わったりもするんですけど、監督さんとかその女優さんのポジション的になんか変わったりするんですけど、はい、例えばまだ婚約するの早いから婚約はしてないっていう設定がちょっと変わったりするんですよ、それぞれちょっと変えるんですね、みんな。その少しオリジナリティを出す。でも大体設定は一緒ですからね。そのぐらい人気ってことか。そう、人気のシリーズですよ。あれはでもなぜそんなにいいんだって言われたらまだ僕もうまく言葉できないですけど。でもさ、会社員じゃねえじゃん、のりさん。うん、ね、そんなのに、はい、一丁前に上司のなんか気持ちになってみたいな、どいつもどこの目線で見てるんですか。だから多分あの遠距離恋愛なんかしたことないけど大阪ラバーね、好きみたいな感じあるじゃないですか。好き、はい、あ好きなの。大阪ラバーすごい好きなの。遠距離恋愛メロディーがいいんでしょそうなのかな。それと同じ感覚で会社員になったことないけどいい、上司になったことないけどね、熱あるもんね。ね、ありますよね。ちなみにメナモさんって、はい、その現場に知り合いが来るとなんかテンション変わるんですか。嫌だなってなるの。え誰がですか。例えばメナモさんの現場を俺が、社会科見学に行くって言ったらなんか やりづらいってなるの。もちろん俺行け行け行けとか言わないよ。そのいやなんかその、作品によりますかね。なんかそのだって女優さんとかもあれね、そのドラマでもあの司会に入んなって言われるマネージャー。だからそうですよね。そうだからやっぱり結構行っちゃいけないとこだなって気がします、ね、当たり前だろ。他はね全然すごい和やかな雰囲気でみんなやってるんで全然来てもらって。いやそれいつものスタッフさんとの関係がこうあるところに、うん、なんつって言ったらやっぱ違いますもんね、それはね。だからのりさんだけじゃなくて尾形さんも一緒に来ればいいし。あと忘れちゃうじゃん、 AV 女優だったっていうことを。忘れます。あ確かに普通に話してると忘れるね。でもね本当確かになんかプライベートでもなんか言われるんですけど、マジで話してたら普通の女の子じゃんみたいな、うんうん、普通あの話してたら普通のちゃんとした女の子、うん、普通じゃん。だからもうなんか、うんそうだね、だって俺らはだってもう服着てこの姿の方が長いわけだからさ。確かにそうですね。普通の、ね、普段の仕事仲間と同じあれになるから、うん、そういうことだよね。ね。あそして初のニューハーフ、はい、池田まりなさん。池田さんはすごかったな。持ってかれたね。うん、でも僕すごくいい話がいっぱいあってね、うん、なんかほっこりするぐらいないい話だったんですよ。それのりさんだけですけどね。そんなことないですよ。やっぱりそのニューハーフさんでもともとその男性で生まれてね、この男性な感じでエッチをするのって結構難しいじゃないですか、うん、モテない男性と女の子がエッチするよりも男性同士でエッチするっていうかあの難しさの方があるじゃないですか、うん、それでのこうあのフェリーの中での話がよかったね。フェリーなのね。フェリーって言うけどもうね、フェリーいい話ですよね。フェリーだよ、うん、だからお店ねいいなって結果そこかよっていうね、もう池田さん必見ですね、はい、マジ見た方がいい。ありがとうございました。